400万円これは僕がお菓子屋さんを立ち上げた時に失ってしまった赤字の金額です僕はお菓子屋さん以外にもたくさんの挑戦をしてきたんですが才能がなかったので大量に失敗してきましたそこで今回はそんな経験から学んだ失敗の価値について シェアします2021年僕は幼なじみのパティシエと一緒にガトーショコラ屋さんを立ち上げました初めての販売ではしっかり準備していたこともあって3週間で200万円の売り上げを達成しますおっしゃめっちゃうまいこと言ったもしかして俺ら 才能あるんじゃんそんな勘違いを起こして調子に乗ってしまった結果400万円の赤字事件が発生します販売を始めて半年ほど経った頃僕たちは店頭販売をよく行っていました普段僕たちはネット通販で販売しているので 店頭販売は直接お客さんと会話ができる貴重な機会ですそして僕たちはお客さんの声を楽しみにしていましたなぜなら僕たちのガトーショコラには日本酒がたくさん入っていてお酒に注目してもらえると思ったからですでも実際に販売を始めると お客さんは全然違うところを指摘してきたんですみんな口を揃えて「このガトーショコラちょっとサイズが大きすぎる」そう言うんです僕たちのガトーショコラはカットして56人で分けていただくような大きなサイズのみを販売していました確かに食べたこともないのに いきなり大きいサイズを買うのは怖いかと気付いて早速パティシエにミニサイズの開発を提案しましたお客さんは小さいのを求めてる同じ味でいいからパパッと作ってそしたらめちゃくちゃ怒られたんですどうやらお菓子はサイズが変わってしまうと 焼き時間も変わってししまうらしくそれに合わせて材料の比率も見直す必要があるようですすでに販売しているガトーショコラの小さい版を作るだけだったんですが裏では開発費や人件費など大量のお金が出ていきましたそしてパティシエの頑張りもあってついにミニサイズが 完成しますこの商品はお客さんの声からできた商品だったので僕たちは自信満々に大量に製造しましたそしてミニサイズを販売始めると「小さいのができたんだね」とお客さんが喜んでくださって販売数が1.5倍に増えました たくさん売れて喜んでいたんですがここから悲劇が始まります <coughs> 販売数が1.5倍に上がったので当然売上も1.5倍に上がると思ったんですがなんと売上は半分になっていたんです実際お客さんは たたくくささんん来てくださったんですがみんなミニサイズばかり買うようになってしまって元の大きいサイズが売れなくなってしまったんですミニサイズはお試し版というような位置づけだったので価格をかなり下げていたんですだからミニサイズばかり売れてしまうと売り上げが厳しくなってしまうんです ミニサイズを販売売すると売上が下が下っってしまう。大量に作たの販売を停止したことで売り上げは元に戻りましたがその代わり大量の在庫を抱えることになります結局その後ミニサイズをうまくさばくことができず大量のロスが発生し 人件費や開発費などを含めて400万円の赤字になってしまいました余ったミニサイズを処分しないといけなくなった時めちゃくちゃ暑い夏の日でしたミニサイズは倉庫に預けていたのでトラックを借りて処分しに行きます暑い日差しの中僕と パティシエで汗たくになりなりがらミニサイズが入った大量のダンボールケースを運び出して捨てていきますゼロから時間をかけて開発しお金をかけて大量に製造したものを汗水垂らしながら捨てに行ったんです起業してから 最も辛い一日でしたでもこの経験から強烈な学びを得たんですお客さんの声はあくまでヒントであり答えではないつまり他人の声を鵜呑みにしてはいけないということです僕はこの学びを一生忘れることはありませんでも 改めててて考えてみほてしいんです他人の声をうろみにしてはいけないなんてそんなに珍しい言葉ではないですよね赤字事件が発生する前から僕もその言葉は知っていましたでも当時の僕はその言葉を知っているだけだったんです知識や情報として知っているというのと 経験して使えるようになったというのとでは、天と地ほどの差があります。この話をすると、僕の意見と対立する昔のあることわざを思い出します。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。つまり、愚者は情報を調べずに行動した結果、遠回りしてしまい、 賢者は情報を調べてから行動することで効率的に動ける、そんな意味です。一見すると、先ほどの僕の話と矛盾するようにも聞こえますよね。でも愚者も賢者も行動するという点に関しては一致しているんです。最近は情報や選択肢が 増えた結果、愚者でも賢者でもなく、新たな第三勢力として、学んだけど何もしない人が増えました。学んでいるところだけを見ると、賢者のように見えるんですが、学んだ知識は使わなければ何も生み出しません。行動しない人は、賢者にも愚者にも全くかなわないんです。 でも行動が後回しになる理由も痛いほどわかります僕は昔何回も調べて何日も調べた結果結局何もしないということを何度も経験してきました情報や選択肢があふれる今だからこそ皆さんには行動にフォーカスしてほしいと思っています。 でもその際に一つだけ注意点があります。行動には適切な環境が必要ということです。僕はもともとプログラマーだったんですが環境の違いによって大きく変化したことがありました。プログラマーというと理系のイメージを持つ方もいるかもしれませんが僕は完全に文系です。 数学が分からず専門学校に通った経験もなくパソコンオンチなゼロの状態でプログラミングの会社に入りました2か月ほど研修を受けて早速現場に入るんですがそこで絶望するんです現場のプログラミングのコードを読んでも全く意味が分からない上司から「 わからないことがあったら質問してねと言われたものの自分は何がわからないのかすらわからないんです。質問もできず仕事が進まないので僕は怒られるようになっていきます。なんでこんなこともあなんでこんなこともわからないの。全然成長してないやん。ちょっとは同級見習えよ。 僕が未熟だったことも原因なんですが完全に萎縮するようになってしまいましたでもそんな状態で1年ほど続けた後僕はプログラマーとしてベンチャー企業に転職することになります会社の人数はたったの4人プログラマーは僕も含めて2人しかいません もう一人のプログラマーは僕と同じくらいのレベルでつまり二人とも未熟者ということですそんな状態でプログラミングの仕事を続けているとめちゃくちゃ苦労しますでも助け合って進めていく毎日は忙しかったんですが楽しかったんですそんな状態でまた1年ほど過ごした時 僕のスキルは前の会社では考えられないほど伸びていましたすでに独立できるようなレベルになっていて時給5,000円の副業もこなせるような状態になっていたんです僕は今までレベルの低いやつ同士でつるんでいてもスキルなんて上がらないと指導されてきましたででも前の会社では レベルの高い人に教えてもらっていたものの萎縮してしまって成長できなかったんです一方で新しい会社ではレベルの高い人がいないのでわからないことがあったときに調べるものにするのにめちゃくちゃ時間がかかってしまいますでもその必死に調べた時間が僕のスキルを飛躍的に伸ばしてくれました 今ででは気づいていてるんですが自分の心が萎縮するような環境で努力をしても成長することが難しい環境のせいにするなという人もいますが僕は大反対です自分の心が萎縮するような環境で無理やり努力をするより自然と努力してしまうような環境に 身を移した方がよっぽど早かったからですだからこそ皆さんには行動だけでなくその環境にも目を向けてほしいと思っていますそして最後に少しだけ僕の学生時代の話をさせてください10年前の2013年僕はこの同志社大学の3回生で 当時、学園祭の実行委員会に所属していました。そこでトラウマになるような出来事があったんです。それは学園祭に参加される方に向けた説明会で、僕が初めて大勢の方の前で発表をした時のことでした。5分ほどの簡単な発表だったんですが、 緊張しすぎてしまってうまく息ができず過呼吸のようになってしまいました周りの人はそんなに気にしていなかったんですが僕の中では完全にトラウマになってしまって自分は人前で話すのに向いていないそう考えるようになりましたでも仕事から人の前で話すことが増えて 長い月日が経った今では年に100回ほど講義をするまでになりました自分の話を聞いてもらう機会が増えたことで気づいたことがあります実際に自分が体験した失敗談を人に伝えるとめちゃくちゃ興味を持って聞いてもらえるんです僕は今教えることを仕事にしていますが 生徒たちは僕の失敗談に共感して集まってきてくれます僕は今まで過去の失敗は隠すべき恥だと思って生きてきましたでも今ではその失敗が僕の人生の武器に変わったんです失敗をすると嫌な思いもするし恥もかきますよねでも あなたがもし失敗して恥をかいてもどうせ半年後にはみんな忘れてるんですあなたにとってあなたの人生にとって最も怖いことは失敗なんかではなく行動を後回しにし続けた結果時間が経ったのに何も経験できていないことです僕は 行動できていなかったときこんな不安を持っていました周りの人の方が自分よりできるのに僕なんかが挑戦してもいいのかなでもそんな不安は考える必要なかったんです当時人前が苦手で過呼吸になっていたような僕が今ここで大勢の方の前でスピーチをしています自分の話に 自信信の持ててなかっった僕が今でではライブ配信やもやもるんです僕は今後も行動を続けていくので失敗も恥もたくさん経験するでしょうでも全く問題ないんです行動して成功すれば文句なし失敗しても自分の人生の武器が増えるんです だから、皆さんもたくさん行動して、一緒に人生の武器を増やしていきましょう。長い話を最後まで聞いていただき、ありがとうございました。